おっしゃ。でかい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 。でかい。よっしゃ。ひどい。これルアーなんすか。口の中あります。カワスキャットです。またまたスキャッティングですか。ダウンショットの進化の5とか7持ってないよね。7はありますね。7ある、はい、マジで僕は7でいいや。タングステンじゃないかと。タングステンチ、すごいね、こういうの求めてたこういうのが欲しかった。これ高い、ね、高いめっちゃ高い。これは高いね。なんかもうパッケージに超高級進化って書いてあるマジで。あ、そうなんだ夏ってどうなんですか。朝夕はトップで釣れちゃうとかあるんですか。うん、でも7月とかは頑張ってくると結構釣れる。だけどブルフラノー進化、あ、うん、なんか夏はブルフラノー進化がよく釣れるイメージ。はい、スムさんと来ていっぱいでかいの釣れ、スーさんと8月に来て、はい、クロックでエンジアップ釣ったりとかもあったし、頑張ってくるとね結構いいんだけどね。なんだ涼しい日、はい、とか狙ってきて、あとスムさんと来た時はマジで辛すぎて俺が熱中症になって朝8時ぐらいに50アップ釣ったんだけど、はい、11時ぐらいに上がったから、まあ、スムさんそれに店があったっていうのもあったんだけど、はい、俺も帰りますね。いや、お前無理して帰んなくていいよって。いや、もう俺できないですよ何やってんの。いや、マジ熱中症になったっぽいですって嘘だろ、本当に。仕事問題は大丈夫そうなんですけど、まだわかんない。おっしゃ来たー来たー出ました。うおー釣れました。よかった。これなんすか、ぐちぐちになってますけど。ぐちぐちになってますけど、これはドラビーですね。ドライブビーバー、ドライブビーバーの3です。はで、あのピンクとのグリパーのツートンのやつ。あ、これ俺の上げたシンカーじゃないですか。あ、これは超高級進化、高級進化ゴロスです。なんかすごい高いらしいんで、53ぐらいですかね、これバスは。53ですかね。53の2600ぐらいあるんですね、はい、これね、はい、そうですね、ちょっとそうですねいるんですね、うん、これがいるんですね。うん、ありがとうございます。あ、タックルはこれは、はい、これはちょっと、なんだろうな、なんですかね、これね なんですかね、なんか球が4つ書いてある竿ですね。球が4つ書いてある竿、うん、あんまり見ないですね。そうですね、9999って書いてあるんですね、なんかこう、ロデオの8ポンド8ポンドクラス、はい、8ポンドの7フィートってやつですね、はい、ホワイトウルフですね。ミノとかで使うやつですね。そうですね、あのバルナで使うやつですね。2匹目が釣れました。ちょっとこういうのが釣れないかなと思ってこういうのをやってみたんですけど、はあ、なんか最近小さいのがいるっていうんで。あ、でもああいうのがしっかり育ってくれればまた牛久もいい感じになってくるといいですね、はあ、もうでもこのタックルは今日やめます、はい、あ、このリグはもう今日やめます。いや複数アンダー狙えるかもしれないじゃないですか、はあ、そうですね、ありがとうございます。釣れました、2匹目です。お疲れ様です。ホワイトウルフ、ありがとうございました。変な新品ヘラダイあったじゃない、はいはい、あそこのところに当たったんだよね、はい、でもなんか高級シンカーがゆえの下のゴリゴリかなと思ったんだけど、はい、でもワームズレスまたまたと思ってた。だからバスだったんだ、はい、ちょんって当たって乗らないのとかが蓋ってごまかしてくるあいつなんじゃねえかなって思ってて、うん、うん、しっかりかけに行ってみたところっていう結果こういう順調っすね楽勝だねすげえ、コンプレックス持ってくれよかった
8ポンドじゃちょっと硬いよ。コンプレックスの塊持ってくれよかったっすよ。まあまあでも40アップを狙ってチキチキ打ってきます。こうなると3匹目を狙いたくなってくる。いやだってこのタイミングでこうだからあるんじゃないですかね、うん、瞑想しちゃうな。おっしゃ、おっしゃ、バレた、バレた。いるあ、同じでしょ、多分。あ、ちょっと坊主逃れできないか。同じでしょ。多分完全にすげー当たりだ。もう小バスって特有のてててててて。はい、来た。乗りたい、乗っかりたい。送ったけど乗らなかった。乗っかりたい。坊主逃れ。チャンス。やっぱこう避けてるとこにあれいるんだね。はい。どうしよう、あれ狙ってたら俺ここダメになる気がするんだよな、もう。それ牛、まあでも一回やってみるのは正解っすよね。そうだよね。余裕があるとしかこれできないからね。ロマンティックアゲート。胸に夏を引き立て胸を上げるよ。釣れるエリアが終わってしまう。あ、山たぬきかな。山たぬきじゃない。山たぬきの脳死んじゃない。ダウンショットでもいいんじゃない。早くしないと釣れれえや終わるよ。そうなんですよ。まあ別にこれと同じとこが向こうに全く同じ条件があるけど。やばい坊主の場で狙うけど。距離によってこういうタックでやってる時にあれが来ちゃうとはな。まあでも混じるかもしれないですからね、状況。まあ分かんないからね、そんなのはね。4号とか全然、うん、全然ある話ですね。魚が食いたい動きと、そうだね、食わせ方向で食えてるわけだもんね。これあいつらが石沼の夏を乗り越えられると思いますね。次今のってさ、だって変な話さ、今年生まれた人じゃないわけだよ。去年生まれた人にしては小さすぎやしねえか。確かに。リーダー下どんぐらいですか。やってること適当だよ、こんなんだよ。2時間目といえば15センチないね。はいはい。スペルバウンドは2本も。はい、ヘイトフィネス。お、あーバレた。うわーた、走ってた。マジで。うわー、なんだ今の。何超トラフ揺れてた。何なダメダメだ、今のダメだ、やっちゃダメだ。ちっちゃかっただろうけど。うわー、たぬきだ。たぬきさんやっちゃった俺。くっそ、超ドラグリルだって。慣れないタックルは良くないっすね。こっちに完全に走ってましたよ。本当。いやー、サイズは分かんないっす。ちょっと何とも言えないっす。でもドラグ出たからね。うわ、発売と来ました。発売とこんな話してたら。今年の発売といただきました。ありがとうございます。あれ今の当たり？いやそんなわけねえよな。でも糸完全に2メーターぐらいこっち走ってるしな。合わせ入れてみっか。じーって終わったーって。食ったのは岸際な感じなの。ああ足際入れて。なんかてて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 てなんか、いやいやいや、タングステンシンガーだしみたいな。はい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 、これはいつものね。はい、コリコリしちゃったみたいな。いや違うな、完全に当たりでしたね。なんでそんな俺ゆるくしてたか。ダメだ。でも魚反応しますね今日本当。
でもワームもずらしてないから、はいはい、そんなでかくはないと思いますけど、はいはい、アフターだから分かんない、分かんないな、分かんないな。でもようやく一個当たりの、俺も当たりが出せるセッティングが見えたんで、ちゃんとやります。なんで俺ドラグってそんな緩いのか、絶対ダメなやつじゃん。サイズかどうか分かんないけど、ね、いやでも混じりますって、混じりますよ、間違いなく混じりますよ。この時期だってでかいの釣るのだってこういう CC な展開で壊していかなきゃいけない時期のはずですから、うん、逆に山田さんの 3.5 カバスキャで食ってんのがレアな、まあそうだよね、あれで食ったら4.5確定みたいな冒険の釣りではあると思う、うん、ばっかりずっとやってて当たりもらってないんだから、こっちで当たりもらってんだとこっちやった方がいいよ。これでなんとか、あ、こういうのも混じるんだってのが見えてきたらありがたいんですけど ね。でも本当に狙ったように25しか釣れないんだとちょっと困っちゃうよな。わかんないけどね。わかんないですね、こればっかりは。まあでもいいっすね、当たりとなんかこういうのが全然なかったからね、交互に来てくれるからおにぎりも食えない状況。おっしゃおっしゃおっしゃ、タモいけますか、俺に渡せますか、はい、危ない、サオが、まあ、浮いてる浮いてる、大丈夫です、魚取ります、魚取る、でかい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 、沈んじゃう沈んじゃう、やべでかいでかいから、パニックです、でかいから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 、ちょっと、もう一回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 でかいからでかい、待って、竿落っこちゃった、いやロデオの浮く特性が存分に発揮されましたねもうロデオ大活躍の一撃ですロデオで釣ったし、ロデオ浮いたし言ってるそばからこれで食ったよ、さっきのリブどういうことですか、3匹目ちょっと竿全部落ちてないか確認しましょう大丈夫ですよね、まずちょっと待って、これ俺が持って、田中自分の竿を、山田さんなんか2本ぐらい竿がぐちゃぐちゃってなって、今日5本あるから大丈夫、これ50ないな、いやでもぶっとすぎませんうおすげえようバレんかったな、おぉ、すっげぇ、横に持っていただいて、おぉ、元気、おぉ、すっげぇ、これはすげぇいや久しぶりに牛久な感じだぜ、はい、おぉ、でかい、ないね、これこれ何で釣ったんですか、これはドラビノさんのダウンショットです、うおぉすごい、上がってください、よいしょ、遠いないでしょ、ほらないんだよ、うわ4球うん4球だよ、泣きの4球こうくっついてでしょ、はい、48じゃない485ぐらい485、うん、ないんだよこういうの絶対、フットボールすぎすごい、3匹目釣れました、よかった、うーん、すっげー、よかった、いやはい50ないんだ、これ50ないんですよ重さは、はい、ないでしょ、2キロ20、あ、本当だ、2キロあるんだ、ありがとうございます、いや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 、いいですか、釣れました、タックルを教えてください、ちょっと今ワームは外れちゃったんですけど、はい、まあ、ドラビーですね、ドラビーで、クルは P の 1.55 にリーダーは20ポンドで、はい、ヘビダンにして、はい、タングステンシンカー、
P の 1.5 号ね。高級タングステンシンカー。高級タングステンシンカーですね。それも俺が挙げたやつです。で、ロットが、はい、ホワイトウルフの、はい、ロデオクラフトホワイトウルフの7フィートの8ポンドクラス。8ポンドクラス。はい。ですね。はい。素晴らしい。うん。見えてますね、今日は。ゴノサボがね、本当にね、かかってからはバレる気がまずしないです。今わちゃわちゃでしたけど絶対バレる気がしない。さかかってからこの竿は絶対バレない。マジで今まで使った全ての釣り竿の中で俺は魚かかってからこんなに安心できる竿はないです。マジでどの釣りいろんな釣りやるけど魚かかってる時の安心感はこの竿はすごいですね。今ね、ちなみに、はい、竿が一回落水しました、はい、浮いてました、ね17ポンドクラス。もう一回沈んじゃったんで、もう一回やりますけど、ね、8分の3シンカーのラバージグついてて、はい、リールついてて浮くんでこれロデオが浮いた浮いたもうどんだけ警戒かってのまあ今一回落ちちゃいましたから、ね、ちょっとおすすめしないんですけど、うん、まあやった方がいいですね。こういう時にこの浮く特性っていうのが、ね、ああどこどこの何々が落ちたんで、うん、見つけたら拾っていてくださいっていう投稿いっぱいあると思うんですけど、はい、ロデオは軽すぎて、ああっていう本当浮くんですねこれ本当に浮くんだ。ちょっともう一回許しちゃって怒られるでしょこれ、ちょっと作った人に、はあ、いやでも、はあ、おかげで今のでっかいのもまあロデオ浮いてっから大丈夫ですよみたいなそんな流れです、ね、そうだからねもうあの豊洲さんの動画の時に浮いてたから、はい、ファイトの方に集中できたのと。すげえ重いリールつけて沈めちゃったら知らないです、ね、はい、ビッて置くでしょ、浮いてるとはい、あと引きずり回されてもこの8ポンドはマジで魚がバレないんで、はい、本当にバレないです。ありがたいですね。まあ、いいともね、はい、B に20ポンドリーダーなんで、はい、切れることはないな。あでもちょっとなんていうかそれでそれをサイズがしっかり食うっていうのは一つ、そうですね、一ついやライトにする方向っていうのは今まで牛久では全然試してこなかったんですけど、はい、これでこの2キロが釣れるんであればやりきれます、ね、やりきれますんで、はい、よかったです。3匹目が釣れました、はい、4匹目いきましょう。狙っていきます、はい。